やべえ、やべえよ、もう10月だよ。ということで、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はですね、まあ10月もう1日っていうことでね、驚きだね。いやー、まあこれからのグランブルーファンタジー10月号ってのが公開されたんで見ていこうかなっていうふうに思うんだけど、あれ俺なんかやった気がしたんだよね。俺なんかやった気がしたんだな。昨日か一昨日になんかこんなこれからのグランブルーファンタジー見ていくよみたいな動画作った気がするんだけど、多分あれね、9月号だったね。いやもう本当に時が過ぎるの早い。いや実はね、俺一つだけ今年年内で絶対やらなきゃいけないことっつうのがあるんだけど、それまだやってないんだよね。でなんかもう7、8月に終わらせとこうって思ってて、まあ、年初からね、思ってたんだけど、まだそれやってねえんだよ。やらなきゃな。いやマジで、まあ、皆さんもね、年が終わるっていうことなので、やるべきことはしっかりやっておかなきゃ。僕みたいにやらずに、もうダンおじさん、僕ダメなダンおじさんなので、ダンおじさんを輪にかけてダメにしたようなやつなんで、いやもう本当に能力がないダンおじさんだからさ、いや本当ね、逃げる前にちょっと向き合わなきゃなって思ってる次第でございます。そんな感じで、これからのグランブルファンタジー見ていきましょう、ね。皆さんこんにちは、プロデューサーの木村です。と、季節はすっかり秋の様相を呈し、夜には冷え込む日も多くなってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。先月は俺たちのレンジャーサインの復刻開催、ゼノサジタリウス撃滅戦の開催などを行ってまいりました。今月もコラボイベントやハロウィンイベントなど様々なイベントを開催していきますと。ハロウィンイベントもあるんですね。去年のハロウィンイベントはなんかよくわかんないけど、なんか武器もらえたよね。いろんな武器、トリードスティックとかね。それでは今月のアップデート予定をご紹介しますと。2人がプリキュアコラボイベント開催、10月14日より2人がプリキュアのコラボイベントを開催します。2人はプリキュアからキュアブラック&キュアホワイトがグラブルに登場すると。だからやっぱ一人のキャラなんだね、ブラック&ホワイトっていう、なんかいい感じですね。まあ、原作絵にもさ、なんか寄ってる、ちょっとカートゥーン系っぽいですよね。他にも2人はプリキュアでおなじみのキャラクターやアイテムが多数登場、詳細は後日グラブル公式サイトでお知らせいたしますと。で、ゼノディアボロス撃滅戦が開催されます。10月8日よりゼノディア撃滅戦を開催いたします。今回で2回目の開催となります。闇属性の編成を強化する機会なのでお見逃しなくと。まあ、光属性を今のうち強化しておくといいかもよっていう感じだね。で、ハロウィンナイト愛し楽しきお菓子と拳開催、10月17日よりハロウィンに合わせたミニイベント、ハロウィンナイト愛し楽しきお菓子と拳を開催します。イベント期間中、エクストラクエストに期間限定クエストが1つ追加され、ハロウィンを楽しむキャラクターたちのストーリーが楽しめます。限定クエストをクリアするとハロウィンキャラ解放武器確定ガチャチケットが1枚入手できます。これね、僕もね、夢を抱いて言ってたんですよ。もうこれ系、もしかして手に入れてないキャラが確定で手に入るかもって思って、すごい気持ちを高ぶらせたんですけど、蓋を開けてみると、これ多分全然コーデックスとか出るやつなので、まあ、ハロウィン系が出ると言っても、本当にござるかみたいな感じの顔になっちゃいますね。で、イベント期間中は毎日ログイン時、ハロウィンにちなんだキャラクターたちのミニストーリーを見ることができます。また、昨年開催したイベント、ハロウィンパーティー、迷子のジャックと、幽霊のかがり火も同時開催します。さらに同じく10月17日より10点集夫婦専用スキンスイートスイッチをウィッチを販売します。5つ目となる10点集専用スキンですが、今回はハロウィンらしい姿に着替えられた可愛らしい夫婦のスキンが登場、ぜひこちらもチェックしてみてくださいっていう感じで、夫婦のこれが買えるみたいですね。3000円のやつかな。まあ、昨年開催したイベントの方もできるっていうことは、つまりあれですよね、トリートスティック、AP を消化するクエストでサブ武器に入れてたりすると、ハロウィンマカロンっていうアイテムがもらえて経験値になりますよっていうアイテムが、武器があるんですけど、まあ、それが手に入るっていう感じなので、まあ、ちょっといざ育成したいとか、まあ、レベル100にしたい、ガンダ講座レベル100にしたいみたいな感じの時になんか役立ってくれそうな感じですね。ハロウィンマカロンどこ、あ、ここだ、こんな感じで経験値745もらえるハロウィンマカロンっていうのがもらえる武器があるんですよ。まあ、そんな感じっすね。で、二人の騎士道復刻開催、10月24日よりイベント二人の騎士道を復刻開催します。二人の騎士道は、まあ、ひよこ組のやつですね。ひよこ組の二人の騎士道、アーサーとボルドレッドっていう話。まあ、これは二人の騎士道、今後どうなるのかっていうのはちょっと気になるよね。まあ、今回は復刻開催なので目を通しておきましょうっていうような感じかな。めっちゃ足細い。俺さ、太ってるからさ、もうこの股下がさ、俺この股下ないもん。羨ましいなって俺思ってたよ。俺ね、昔、もっとデブだったんだけど、俺今よりもっとデブだった時代があるんだけど、もう普通に立ってたら、ここの肉がさ、ピーンって、
一直線になるの、本当にピーンって一直線になってさ、ここのなんか股に空間があるという概念がさ、ガチで理解できなくて、まあ、最近はちょっと開くようになったんだけど、いや俺本当にね、だからこんなすごい、こんな人間いるわけないやろって思ってたけど、なんかちょっと痩せたら開いたわっていうクソどうでもいい記憶があります。次、サイドストーリーに表演書きに攻め具が追加されますと。今月はサイドストーリーにイベント表演書きに攻め具を追加します。まあ、これあれですね、アグロバルとなんだっけ、アグロバルとなんか忘れちゃったわ。ストーリーをエンディングまでクリアすると SS レア武器西風の骨筋が3回上限解放されたレベル100の状態で入手できますと。サイドストーリー表演確認攻め具の振り笛で SS レア召喚石ドラゴンナイツも入手できます。これが3回上限解放されたレベル1の状態で入手できます。ドラゴンナイツってね、確かね、召喚すると強化がランダムなんですよね。ランダム強化なんだけど結構いいやつあったよね。ランスロットが DA30% アップとかなんか結構魅力的なのあったけど、いかんせんランダムだったよねっていうような話だった記憶がありますね。さらに今回のサイドストーリー化に際し、発売済みのオーディオブックオトカのボーナストラック白銀の夜の夢がストーリーに追加されます。追加ストーリーはエンディングクリア後にプレイできるようになりますと。へー、俺持ってないんだよねこのオトカのやつ。そして10月下旬頃のアップデートにて、これまでポイント B ショップにて交換可能となっていたパーシバル専用スキン炎帝の軍神、ランスロット専用スキンロイヤルブルーキュイラスについて、現在は実質的に B ポイントの入手手段がないことを鑑み、ポイント B ショップでの交換を停止いたします。これ B ショップってなんだ？あ、カードか、グラブルの。多分グラブルカードですね。なんかなくなったんですよ。グラブルのカードバトルゲームがあったんですけど、トレーディングカードが。なんかね、終わった。その代わり、上記2つのスキンをサイドストーリーのトレジャー交換にて入手できるようにいたします。炎帝の軍神はサイドストーリー、表演下記に攻めぐ、ロイヤルブルーキューラスはサイドストーリー、亡国の4騎士のトレジャー交換へと追加されます。なお、交換電子までにポイント B ショップで炎帝の軍神、ロイヤルブルーキューラスを交換済みの方には、スキンの代わり、宝鐘石1万個。すごい、いいじゃん。1万個ももらえんの？だよね。やっぱこれカードのやつだよね。カリオストロのやつとかもあったよね。なんか、これ。これだよな、多分カードだったと思うけど、へえ、いいっすね。うん、で次、アーカルブの転生で SS ではモニカが仲間に。お、来た、ついに来ましたね。生放送でも発表いたしましたが、アーカルブの転生にて SS ではモニカが仲間になります。モニカは難易度ハードのポイントアクイラ、ベラトール、ケルサス全て3つクリアした後、アーカルブポイント交換で仲間に。俺アーカルムポイントめちゃくちゃ厳しいんだけど、さ、アーカルムポイント全然足りないのに、なんかアーカルムで交換できますって言われても、何ポイントで交換できるんだろう。5000で、5000にしてくれる？5000じゃないときついよ俺。俺でも全然混合賞とかも在庫2個あるしさ、もうセフィラストーンで交換するのにガチで忙しくて、もうモニカが3万とか言われたら俺、なんか、取るの来年になっちゃうよ。取るの来年になっちゃう。5000にして5000に。モニカ、お願いします。かわいい。次、9月に実施したアップデートについて、9月はこれぐらい9月号でお知らせした以外にも様々な機能改修やアップデートを行いました。その一部をこちらで改めてご紹介します。アーカルムポイント交換に混合書の在庫、もう一個追加されたの？違うわ、9月だよね。9月に実施されたのが改めてっていう話だから、まあ2個のまんま、3個になるのかなと思った。3個になったさすがにって感じだけど。新 EX2 ジョブ魔法戦士が追加されましたと。設定にクエスト便利設定を追加。何追加されたの？あ、すごい、会話シーンの一括表示。俺さ、エロゲーとかでもノータイム派なんですよ。わかる？この気持ち。エロゲーとかでもさ、こう、ノータイムでパッパッパッパって表示されていくのが俺すごい好きでさ、グラブルも確かに飛ばなかったなと思ってたんだよ。で、テキスト一括表示はちょっとオンにしとくわ。演出自動再生とかイベントスキップとかそういうのもあるみたいなので、便利設定はちょいちょいチェックしておくといいかもしれませんね。マイページのグラブルバナーをリニューアルされました。これはまあ、されてたやつですよね。うん。まあ、サムネイルで見やすくなったよっていう感じなんだね。その他アップデート、スキンポーズ切り替え設定でストーリー中に登場した、あ、なるほど、確かに結構あったね。ストーリー中に顔だけあったのにっていう。クラリスとかそうだよね。クラリスのさ、アストレイアルケミストのやつとか、それ系のやつは顔が確かに使いたいなと思ってたけど、なんかちょっと闇をはらんだようなね、なんかいい顔してるんですけど、クラリス、あ、出てるわ
こんな感じのね、うん、あとマギさん、これはあのあれかな、バレンタインのやつだったよね。バレンタイン、あ、ストレイアルケミスト、シナリオのやつ、チャリオス、あ、これはちょっとあれですね、これはあの進撃のバハムートの DVD のやつですね、翼、エッセル、シルバ、ロミオ、ドランク、アン、ククル、フォリア、ブブブブブブってたくさんあるんだね、たくさんめちゃくちゃ長いね。へー、あ、ジャンヌ可愛い、やめジャンヌいいっすね。へーっていう感じになってるみたいです。お、モルフェとベトル、あ、ベトル単体のイラストができるようになるんだ。確かにいいっすね、ベトル単体。アウフスタ、なるほど、フェザー、ナーベ、スフラマール、まあこんな感じであるみたいですね。で、キャラクター詳細画面下部のボタンをリニューアル。現在キャラクター詳細画面の下に表示されているスキン、ポーズ切り替え、推しキャラ設定するボタンなどを、あ、こんな感じになるんだ。まあどっちも、まあ僕は慣れてるからこれでもそんなに問題ないけど、確かにこっちの方がまあ見やすいかもしれないですね。見やすそうですね。はい、次、ショップのトレジャー交換のソート画面をリニューアルします。ああ確かにこれは分かりづらかったね、ショップのトレジャー交換画面ここでしょ、ショップのさ、ここのこれさ、確かにこれ分からんかったよな、どこにあんのって。まあ俺は例えばだけど、あのあれが分かんなかった、あのダマスカスのやつ、ダマスカスのやつとかもさ、昔あのダマスカス光と磁性粒子がさ、なんかどこにあんだろうってすげえなんか悩んだ記憶がありますね。それがソートしやすくなると、まあありがたいですよね。これはキャラクター武器の上限解放時の演出をリニューアル。あーなるほど、確かにちょっと簡素だったね、それがリニューアルされて、敵の連続攻撃時の演出を短縮、敵が DATA した際攻撃モーションをキャンセルしテンポよくアニメーションが再生されるようになります。10月の最終上限解放について、10月の最終上限解放はサイトストーリー表現下記に攻め具で入手可能な召喚石ドラゴンナイツ。あーなるほど、ドラゴンナイツか、まあ、なんか効果が3個全部同時発動とかになったら使うかもしれないな、うん、と武器一種、リミテッド武器の話、リミテッド武器なのかな、わかんない、武器一種っていうのが何なんだろうね。なんか前回はオーラフラジェルムでフェリの武器解放だったけど、それ系なのかリミテッドなのかっていうのにはちょっと変わるけど、まあそこは隠してるって感じなんだね。キャラの最終上限解放は11月前半に実施させていただきますと。あ、キャラないんだ、ないの、あれ、てかさ、あれはラブライブはラブライブの最終上限解放をそろそろした方がええんちゃいます？なんかそれもそれをさ、なんかここの目玉な感じでボーンって出されたら、俺たちどうすればどんな顔をしたらいいのか分かんなくなっちゃうけど、今月中にやらないとちょっとまずいんじゃないですかってちょっと思っちゃった俺、ちょっとなんかこう悪意なく、あれラブライブはって思っちゃった。はい、次、ラジオグッズイベント情報、グラブルチャンネル配信日について、今月のグラブルチャンネルの配信日は12と26と、キャラクターソング15弾プライド発売決定、プライドベアトリックス、おお、ベアトリックスの曲なんだ、でベアトリックス用のスキンとかもついてくるよと、でグランブルファンタジーエンターベル、あとプロント、あ、プロントとコラボするんだ、カフェデインフのデフォルメ書き下ろしイラストをカフェラテはホットミルクにプリントした可愛いドラゴンコラボイベント、コラボイラスト、エンテーパーシバルのいちごソースのロー、いちごソースのローストポークはあんまり美味しくなさそうだな僕ベリー系あんま好きじゃないんですよね。結構さ、グラブルの特徴なのかな、なんか2種のベリー、ラズベリーとさベリー使ってなんかすごい酸っぱ甘い系みたいな提供してくるけど、俺あんまりあれ合わないんですよね、口に。まあ、嫌いではないんですけど、ちょっと気にはなるなっていう気はするかな。グラブルフェス2018公式サイトオープン&チケットプレオーダー受付中、キャラクターが歌って踊るキャラクターライブステージはグラサイに乗って空を冒険できるグラサイライドをはじめ、新規大型展示など様々なコンテンツが追加されますと。まあこういうのが来てますよと。僕はあのもうグラブルフェスのプレオーダー一応あの受け、あれは応募はしたんで、まあもしかしたら行くかもしれない。全部落ちてたらちょっとあの僕排斥されるかもしれないんで、グラブルに裏切られる、うん、グラブルに殺されるぞ、ドゥルルー、
まあ、その時は僕のことを合唱して送ってください。いかがでしたでしょうか。今月も2人ブレイクブゴールデンとハロウィンイベントなど様々なイベントを開催してまいります。そしていよいよモニカがプレイアブルキャラクターとして登場予定ということで、ぜひ楽しみにお待ちください。気づけば今年もあと残り2ヶ月、12月にはグラブルフェスも開催いたします。昨年よりスケールアップしたグラブルフェスにて皆様にお会いできることを楽しみにしておりますっていう感じみたいですね。まあどうなんだろう、ゲーム系のアップデートがちょっと少なめかなーっていう気はしてるけど、 なんだろう、土台固めというか、なんかすごいライトな層に向けた優しいアップデートだよね。優しさを感じたよね。でもさ、なんか僕らみたいなさ、なんかこう武器集めバチボコやってますみたいなやつらってさ、なんかこういうものよりもさ、なんかそういう別系のさ、なんかこうギュイーンっていう、まあ、例えばだけど、なんか新規装備の理想編成が変わるとか、まあそれはちょっと高望みすぎかもしんないけどさ、なんかちょっとこう変なね、変なベクトルの方向にギュイーンって突っ込んでってほしいわけじゃないですか。なんかそこら辺はなんかないなっていうような気はしたよね。ただなんかこうキャラ愛がある人、このキャラ好きとか、このキャラが好きだったんだっていうところだったら、なんかこうスキンがもらえたりとか、つけられるようになりましたとか、なんかこう今までいなかった顔がつけられるようになりましたとか、まあ僕に関してはモルフェとベトルに関して、ベトルがすげえ可愛いなと思ってるんで、まあ別にモルフェが可愛くないっつってるわけじゃないんだけど、まあベトルがすげえ好きだからさ、なんかちょっとこうね、まあそういうのもいいなと思ったけど、なんかこう新要素的なのはねえなっていうのはちょっと思っちゃったかね。うん、まあイベントも合わせて、なんか昨日の動画上げたじゃないですか、グラブルのスカイコンパスがなんとかっていう動画も上げたんだけど、やっぱりなんかこう新規要素っていうのにちょっと植え始めてきたよね。マグナ2もね、飽きてきたんですよ。まあ終わってねえんだけど飽きてきた、マグナ2っていう感じでね、ちょっとそろそろなんかくれねえか、喉乾いてきたわという感じで、今回の締めとさせていただきたいと思います。グランブルーファンタジー、これからのグランブルーファンタジー10月号でした。皆さんもね、年末、ね、年が終わるんで、やることはしっかりやっておきましょう。僕もやっておきたいと思います。そんな感じでした。それじゃあ皆さん、またお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。